ナンバーアンダーラインアイワイヤードミュージックフェスティバル。想像を超えのステージに鳥肌。ヒップホップ魂炸裂。翔くんの堂々としたリーダーシップはもちろんのこと、陣くんや騎士くんのそれぞれの役割も明確に表れていました。ナンバーアンダーラインアイは、ステージ上でいつものように堂々としていて、パフォーマンスのすべてが圧倒的でした。特に翔くんの存在感は凄まじく、私の期待をはるかに超えてきました。 ワイルドで治安が悪そうに感じるほどの力強さが溢れていて、それがまた魅力的でした。自分でも驚くほど彼に惹かれてしまい、気づけば何度も心の中で、かっこいいと叫んでいました。彼の圧倒的なパフォーマンスに興奮しすぎて、まだ夢見心地の状態が続いています。ステージが進む中、曲が始まるたびにその選曲が完璧だと感じました。イントロデュースされた楽曲は、 今後もさまざまなフェスやイベントでアレンジされながら3人の個性が光る一曲となること間違いなしです。そして、ライブはどんどん盛り上がっていきました。岸君もまた、圧倒的なパフォーマンスを見せてくれ、彼の熱いエネルギーが観客全体を包み込みました。子供たちも、そのせいで見るナンバーアンダーライン愛の迫力に大興奮して、押されて予想外に前方へ行ってしまったものの、 隙間からスクリーンと本物の彼らの姿をしっかり見ることができ、大喜びしていました。特にお兄ちゃんは大きな声で、しょうくんと叫んでいて、その様子が微笑みましかったです。ワイヤードミュージックフェスティバルは、事前には少し無法地帯かもしれないと心配していましたが、実際にはパワフルなセキュリティがしっかりと治安を守ってくれていたおかげで、安心して楽しむことができました。フェスの終了後、 屋台で腹ごしらえをしようとしたところ、売り子の可愛いお嬢さんが、ナンバーアイ、かっこいいですね、と言ってくれたのがとても嬉しかったです。彼女はナンバーアンダーラインアイを見るのは初めてだったそうで、ステージの素晴らしさを共有できたことが一層嬉しかったです。私も、若い頃からライブやフェスに参加してきたので、こういう場には年季が入っていると言いながらも、自分が肝うたと思われてしまっていないかと少し心配になりましたが、 余計なことは気にせず、心の底から楽しみました。ライブ中に MC がなかったのは逆に正解かもしれません。喋ってしまうと翔くんの可愛さが表に出てしまうし、パフォーマンスのかっこよさが際立っていたので、それで十分でした。ライブが進む中で、太回りを見ると、会場には違うタオルを持っている人たちがたくさんいました。フェス自体が混ざり合う空間だったので、 他のアーティストのファンとも自然と交流が生まれる瞬間がありました。覚醒器を使って、フェスの人はまっすぐ進んでください。乃木坂の人はこちらです、という案内がされていて、まさに多様なリスナーが入り乱れている様子が印象的でした。正直、最初は周囲の空気感に少し戸惑いました。ナンバーアンダーライン愛がヒップホップの世界で本当に通用するのかという疑問の声や、 ファンについてのネガティブな意見も耳に入り、不安に感じる瞬間もありました。しかし、いざライブが始まってみると、そんな不安は一瞬で吹き飛びました。彼らのパフォーマンスは圧巻で、観客を一瞬にして引き込んでいく力がありました。ヒップホップのファン層も予想以上に温かく、受け入れてくれるような雰囲気が感じられ、最後には完全に一体感が生まれていました。ライブの最後には、 ジン君のお誕生日カウントダウンが行われ、会場全体が祝福ムードに包まれました。その日が陣君にとっても大切な日であったことが、彼のパフォーマンスに一層の力を与えていたように感じます。ライブ全体を振り返ると、まるで戦いに挑んで勝利を収めたかのような感覚が残りました。余計な演出や言葉が一切なく、ただ純粋に音楽とパフォーマンスで勝負していた彼らの姿勢に感動しました。 翔くんも少し緊張していたように見えましたが、それでもその堂々とした姿は本当に素晴らしかったです。また、会場全体が夢の中にいるかのような不思議な感覚があり、私はまだその余韻から抜け出せていません。ワイヤードミュージックフェスティバルでの彼らのパフォーマンスは、まさに大成功だったと言えるでしょう。その日披露された楽曲のセトリも、ヒップホップファン層を考慮した素晴らしいものでした。 夏らしい楽曲から力強いパフォーマンスへと移り変わり、観客を魅了し続けました。とにかく、今回のライブは言葉では表現しきれないほど素晴らしいものでした。語彙力が足りないと言ってしまうほど、圧倒的なパフォーマンスが目の前に広がっていたのです。特にナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、パフォーマンスに完全に没頭していて、ゾーンに入っているかのような集中力を見せていました。私はその姿を、 肉眼でししっかりと焼き付けましたライブ中アウェー感を感じた瞬間もありました。観客の中にはアイドルがラップなんかできるのかという疑問を抱く人もいましたしファン層の違いを感じる声も聞こえてきました。それでも近くにいた若いカップルの反応がとても面白くて彼氏が翔ウ君がモニターに映るたびに「かっけーとか「ダンスうまい!」と大興奮しているのを見て私も自然と笑顔になりました。 サングラスを外した瞬間には、やべえと叫んでいて、そのリアクションが本当に微笑みましかったです。今回のライブ体験を通じて感じたのは、音楽というものが本当に人々をつなげ、共鳴させる力があるということです。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを見て、彼らの音楽に対する真剣な姿勢や、観客を楽しませるための努力を感じ取ることができました。そして その熱意が観客全体に伝わり、一体感が生まれていました。ライブが終わってからも、その余韻がずっと心に残っています。この体験を通して、私は改めてナンバーアンダーライン愛の素晴らしさを実感しました。彼らはただのアイドルではなく、真のアーティストとして音楽の世界で戦っているのです。これからも彼らの成長を見守り、応援し続けたいと思います。そして、また次のライブで、 彼らの音楽を全身で感じられる日を楽しみにしていますライブ後も、興奮が冷めやらない私は、その日の余韻を抱えながら家路に着きましたが、思い返せば思い返すほど感動がよみがえってきます。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは単なるエンターテインメントの域を超えて、まさに芸術そのものでした。彼らの音楽とダンスは一つ一つが成功に練り上げられていて、見ているだけで心が震える瞬間が何度もありました。 特に印象に残っているのは、メンバーたちがステージ上で発揮した統率力と個性のバランスです。それぞれが強い個性を持ちながらも、グループとしての一体感が際立っていました。通常、ステージ上でこれほどの個性がぶつかり合えば、混乱を生むことが多いものです。しかし、ナンバーアンダーライン愛は全く違いました。個々の存在感が際立ちながらも、3人が1つのビジョンを共有し、 音楽をを通じてそれを形にし翔くんの堂々としたリーダーシップはもちろんのこと、陣くんや岸くんのそれぞれの役割も明確に表れていました。陣くんのリリックの力強さは、彼自身の経験や感情がにじみ出ていて、観客を深く引き込むものでした。そして、岸くんのダンスとボーカルは感情がこもっていて、一瞬一瞬が切り取られた映画のように鮮やかでした。それらが融合することで、 ナンバーアンダーライン愛のライブは単なる、見せるステージではなく、感情や思考を共有する場所となっていたのです。また、ヒップホップの強い要素を取り入れた今回のパフォーマンスは、これまでの彼らのイメージを覆すような大胆な挑戦でした。最初は、私自身も少し不安を感じていた部分がありました。彼らが、これまでのアイドルとしての枠を超えたパフォーマンスで、 ヒップホッププホののシーンにどう融合すするかかが不明瞭だったからですしかし、彼らはその不安を完全に払拭し、新しい音楽の形を見事に提示してくれました。特に、観客の中にいたヒップホップのガチ勢たちも次第に彼らの音楽に引き込まれ、最終的にはみんなが手を挙げて一体となって盛り上がっている光景は、まさに感動的でした。会場全体が一体となる瞬間、それがライブの醍醐味だと改めて感じました。 音楽には、ジャンルやスタイルを超えて人々を結びつける力があることを再認識しました。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスはその象徴であり、彼らは音楽の壁を壊し、全く異なるバックグラウンドを持つ観客たちを一つにまとめていました。彼らの音楽はジャンルの枠にとらわれず、まっすぐに心に響くものです。また、ライブの間、観客の反応がとても印象的でした。特に 若い世代から中高年まで幅広い層が彼らのパフォーマンスを楽しんでいる様子が見受けられました。ライブ会場のどこを見渡しても、笑顔や感動の表情が溢れていて、その空間が純粋に音楽に満ちあふれていたのです。普段はヒップホップに触れる機会が少ない人々が、ナンバーアンダーライン愛を通じてそのジャンルに興味を持ち、新しい音楽体験をしている様子を見ると、彼らが持つ影響力の大きさを強く感じました。 そして、忘れてはならないのが、会場全体のプロフェッショナリズムです。ステージの照明や音響の細部に至るまで、徹底的に計算されていたことが感じられました。特に照明の演出は、楽曲ごとの雰囲気を完璧に引き立て、まるで音楽が光として具現化されたかのような美しい演出がありました。音響もまた素晴らしく、彼らの声や楽器の音が会場全体にクリアに響き渡り、 ライブの一体感をさらに、高めていましたさらにライブ後に他のファンとの交流もありました。同じように初めてナンバーアンダーライン愛を生で見た人々が、口々に、かっこいい、と興奮して話しているのを聞いて、自分の感じた感動が共有されていることに喜びを覚えました。中には、もともとアイドルグループにはあまり興味がなかったという人もおり、 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通じて彼らに引き込まれたという声も多く聞かれました彼らがこれまでのアイドルという枠組みを超え広く認知されていく過程に立ち会えたことがファンとして誇らしく感じましたライブを終えてからしばらく経った今でもその記憶が鮮明によみがえりますあの日の熱気彼らの力強いパフォーマンス観客との一体感は一生忘れられないものとなりました ナンバーアンダーライン愛はこれからも進化し続け、新しい音楽の形を切り開いていくことでしょう。そして、その未来を楽しみに、私はこれからも彼らの歩みを見守り、応援し続けていきます。音楽というものが、これほどまでに人々を感動させ、結びつける力を持っていることを改めて実感しました。ナンバーアンダーライン愛が私に与えてくれたこの特別な体験は、私の心に深く刻まれ、 次回のライブを待つ間もその余韻が消えることはないでしょう。